正元沖は新末民初の政治家。署名は木。字は翼女。中国同盟会以来の革命派の人種で、後に中国国民党の要人となる。13歳で秀才となり、1906年に公衆石膏高等学堂に入学、抜け見継ぎとなった。翌年には法官として採用されて、チャンス省陳郊地方審判長に和長に就任した。この時期に、 中国同盟会に加入している。1911年に訪日し、孫文と対面している。中華民国成立後に帰国し、上海で民国新聞の総編集となった。1913年、第二革命が勃発し、正元沖も参加したが、失敗に終わり、日本へ亡命した。1914年、中華革命党に加入し、雑誌、 民国の編集に従事した。1917年9月、広州大本水吹用秘書となり、秘書長代行の職務を務めた。1919年冬、アメリカに留学し、ウィスコンシン大学、コロンビア大学で学んだ。1924年1月、中国国民党第一期候補中央委員に選ばれ、間もなく中央委員に選ばれた。その後、 中央常務委員会委員、政治委員会委員、越軍総司令秘書長、候補軍官学校政治教官、厚生委員会委員などを務めた。同年冬、孫文に随従して、北京に向かい、行営企業主任秘書兼北京、民国日報社社長となった。孫文死後は、西山会議派に加入し、その中央執行委員に選出されている。1926年5月、 国民党中央青年部部長となった。翌年5月、石膏少将、ストム委員会員兼公衆市長に任じられた。1928年4月、上海で建国雑誌を創刊し、11月、中華民国立法院立法委員に選出された。その後も、各職を歴任し、1931年3月、立法院副委員長となった。12月、 副委院長を辞任し、その後も国民党中央委員などを歴任している。1936年12月、西安を訪問していた、小解析の伝聞に応じて、小元沖も西安に赴いた。しかし、同月12日、西安事変に巻き込まれて、小は、小学寮、楊古城の部下の発砲を受け負傷。14日に死亡した。去年47。 ありがとうございます。